第三次世界大戦で生き残る国トップ10が衝撃的すぎる。こんにちは、ゆるふわチャンネルのいのりちゃんです。アメリカ大統領であるトランプ氏があらゆる国と摩擦を引き起こし、中東をめぐる緊張も高まるばかり。この様子だと第三次世界大戦はいつ起きてもおかしくない気もします。もし第三次世界大戦が起こったら、果たしてどの国が生き残れるのでしょうか。10位、スイス。イタリア、フランス、ドイツと国境を接し、山岳地帯に囲まれた内陸国のスイスですが、その地勢は景観だけではなく、国を守る役目も果たしています。危機的状況下では、軍がスイス国外からのアクセスを完全に遮断するために、国中の橋とトンネルを取り壊せるような用意がされています。また、全国民に十分な数の核シェルターも保持しているといいます。またスイスは、永世中立国ではありますが、男子には全員徴兵制度があり、予備軍人も入れると国民の 10% が軍人であるといいます。また外国がスイス国内に軍事施設を設置することも認めていません。9位、スバル。スバルは太平洋に浮かぶ小さな島国であり、世界でバチカンの次に人口の少ないミニ国家です。そのようにして国を形成していますが、9つの島を全て合わせてもわずか26平方キロメートルしかないのです。またツバルは政治的にどこの国とも同盟を結んでおらず、天然資源も少ないのです。それらの理由から、スバルは第三次世界大戦が始まっても他国からの利用価値が低く、放置される可能性が高いと思われています。しかしスバルの強みは自給自足が成り立っていることです。島の人たちはほとんどの食物や日常に必要なものを輸入に頼らず、自分たちで賄っています。8位、ニュージーランド。ニュージーランドは島国で、どの国とも離れていますが、先進国として開発されてきました。安定した民主主義を誇り、武力紛争にも深く関与していません。また恵まれた自然環境を持ち、山岳地帯は危機的状況でシェルターの役目を果たすでしょう。また肥沃な土壌、水資源、食料供給を持っていることもニュージーランドの強みです。ニュージーランドの平和的外交政策は、2015年の世界平和度指数で第4位となりました。7位、ブータン。ブータンはヒマラヤ山脈に囲まれ、最も人里離れた内陸国です。第三次世界大戦に関わる可能性の深い中国、インドと国境を接していますが、ブータンのユニークな地勢は危機的状況の折には最良のシェルターとなるといいます。長年鎖国政策をとっていましたが、1971年に国連に加盟しました。しかしその後もスイス同様、外国にまつわる紛争からは距離を保っています。アメリカとも外交関係を持たず、インドとバングラデシュのみが首都に大使館を持っています。6位、チリ。チリは南米で最も安定し繁栄している国です。また人材育成の面でも
他の南米の国よりも高い数値を示しています。地勢的にも東の国境地帯には難攻不落のアンデス山脈が控えています。また環境的にも南半球は北半球に比べ人口、産業、都市が少ないために大気汚染が少ないです。それに加え南半球と北半球の上空の大気はそれぞれ塊を形成して交わりにくいのです。そのためチリ上空には絶えず南極からのきれいな空気が補充されており、核戦争の時には北半球の国よりもはるかに有利な条件になると考えられています。5位、アイスランド。2015年の世界平和指数で第1位のアイスランドは、どこの国とも国境を接していません。またどの国からも離れており、中立国でとても平和的です。核戦争が起きた場合、アイスランドは紛争に巻き込まれずに生き残ることが予想されています。最悪のケースでも、アイスランドの険しい山岳地帯がシェルターの役目を果たすことでしょう。4位、デンマーク。ヨーロッパで紛争が起きた場合に、 NATO の加盟国かつ EU 主要国へ近接しているデンマークは大きな被害を受けると予想されています。しかしそこには一つ重要な事実が忘れられています。それはグリーンランドの存在です。グリーンランドはデンマークの自治領で世界最大の巨大な島です。グリーンランドはアイスランド同様、どこの国からも遠く離れ山岳地帯に囲まれています。また外交面でもグリーンランドは EU から離脱していて、どこの国とも政治的なしがらみを持っていません。第三次世界大戦が起きた場合、グリーンランドを有していることはデンマークにとって大きな利点となると思われます。第3位、マルタ共和国。マルタ共和国は地中海に浮かぶ3つの島からなるミニ国家です。最も大きい島はマルタ島ですが、それでも東京都23区の半分の大きさしかありません。しかし同時にこの小さな島は要塞を形成していて、過去第二次世界大戦中にもドイツ、ナチス勢力がマルタ島を何度か占領しようとしましたが失敗しました。マルタ島を占領するのは簡単ではなく、同時にこのような小さな島に核を落とすこと自体意味がないと思われる可能性が高いのです。2位、アイルランド。アイルランドは先進国として繁栄を誇る国ですが、第三次世界大戦に関連する可能性のある国々とは強い関係を持っていません。アイルランドの外交政策は独立と軍事的中立性を重んじており、その結果アイルランドは NATO にも加盟していません。アイルランドの法律では、国が外国で軍事的衝突に関わる場合、アイルランドの議会と政府、そして国連からの承認が必要だと明記されています。1位、フィジー共和国。フィジー共和国は広大な太平洋に浮かぶ島国で、どこからも遠く離れています。そしてそれはフィジーを侵略者から守るのに大きな利点となるでしょう。フィジーはツバル同様、人口が少なく資源も限られており、外交政策も中立的です。
たとえ第三次世界大戦が勃発しても、フィジーは何千年もの間、そうであったように、人間が住める場所として機能する可能性が高いのです。いかがだったでしょうか。第三次世界大戦で生き残ると予想される国々には共通点があるようです。まず島国、もしくは国に険しい山岳地帯があること、そして外交的面で他国と対立する可能性が低いことが挙げられると思います。しかしそれらの安全な国でさえも第三次世界大戦が起きて核が落とされた場合、放射能汚染は大気や海流を通じていずれ達するでしょう。人類がそれほど愚かでないことを祈りたいです。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。